おはよう、ニーハオ。俺ね、ロサンゼルスのね、女と結婚すること決めました。ほいでね、会えるんだから。俺、パスポートもあるんですよ。だからね、結論もちょっと迷うたけどね、やっぱ商売でこれやからね、その女引っ掛けますわ。これね、多分ね、俺5000万と思うな。ちょっとわし、知っとるからな。これ、頭、ヘッドがね、200万、2000万。で、後ろがね、2000万、5000万しますわ。税込みで。よし、知っとるでしょ。この給料、押しましょうか。100万ですよ。だからこんなもん乗れない、誰も。そんな話はさておいて。俺ね、アパホテルみたいに全世界にホテル建てますわ。だから言う通りないですよ。世界中の多分。これでね、やっぱね、格好がね、変わっとるもんは、やっぱ格好が変わっとるもんは、そういう性格ですわ。格好に出ます。車もそう。営業マン、営業マンのね、車にでも若者、若者、ね。車に出ます。人間、こう、衣装に出ます。もうちょっと喋ろう。だからこれ持っとくから、ちょっと。俺言うけどね、コーヒー一杯ね、俺これね、一杯ね、ここで買うでしょ。ここであれや。どこやったな、ここだ。一杯50円ですわ、これ、こまいのが。2杯で100円ですよ。俺知らんかったわ。俺値段見とらんからね。だからね、今日帰りにね、俺大型免許取っとも。帰りにね、ここ行くと、小浜のとこ、住之江のとこにね、100均あるんですわ。コーヒーか卵か。やっぱね、コーヒーなかったら調子悪いね。コーヒーがないでしょ。ここでも買えるんやけどね、ちょっと考え中。だからちょっと待って、コーヒー飲みたい。でね、西成からね、ここまで来る人は一人もいません。だから健康。大阪こんなになってますよ。だから、なんていうかな、こっからね、約、堺まで20、10キロですよ。そんな歩くやつおらん。ほんで、こんなこと言うな、俺も35まで歩いたことない。で、こっからね、帰ってもね、約、9キロありますわ、9キロ。これいいね、あたし君。壊れて、これでも壊れると思う。これ見ると関西陸と思います。だからこれ難しいんですよ。高いよ、これ。何の話がいいか。ほいでね、その子ね、赤ちゃん作ろうと言うんですわ。なんで赤ちゃん作ってなぁ。赤炎でもいいから、まあゆっくりね、赤ちゃんできたらできたらことで考えればいい。だから俺ね、モテるっていうのは、もし明るいからね、モテんですわ。そういう感じで、これ社長も思い出してね。あれ見ると就職思い出して、女見ると出れると思い出して。いろいろこんなのかな、どうしようもない。揉みほぐし、これも取っとこう。俺、経営に関わって、俺商売だからね。一回切ります。以上。